前回は四国を除く日本全国にその足跡を残した485系高直両用特急電車を初期型0番台100番台大きく顔が変わって貫通扉を持つことで L 特急のイメージを定着させた中期型200番台485系の名を不動のものにした後期型300番台それぞれを加藤の編成でご覧いただきました。はい、電気地クラブです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は小田急線生田駅から徒歩15分鋭意製作中のレンタルレイアウト今日の駅から特集中の485系高直両用特急電車の走行シーンをお届けします。前回紹介できなかった加藤の旧製品やトミックスの編成マイクロエースの3000番台車の編成や姉妹形式である489系の編成についてもご紹介しようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。こちらが加藤の485系の旧製品になります。40年近くも前の製品です。この頃の485系は加藤もトミックスも300番台ばかりを製品化していました。確かに当時最新のデザインだし L 特急として一世を風靡した車両だったからでしょう。製品では屋根上銀だったんですが僕は当時銀の屋根上って好きじゃなくってグレーに塗り替えていますね。さすがにこちらは古い製品なのでここにガラスとかはまっていませんがちょっとリニューアル後のクハと比べてみましょうか。こちらですね。リニューアル発売された10年くらい前の製品との比較です。左がリニューアル新製品右が翼旧製品です。どちらもちゃんと実車の印象を捉えていますね。長さもぴったり合っていますしですから旧製品も実によくできていたんですけど大きな違いは台車の構造でしょうか。台車マウントカプラーがボディマウントカプラーに変わりました。そして先頭台車にスノープローがついたりしています。しかし最も変わったのは車体そのものの分解構造だったんです。この頃の加藤の車体の分解をモハ485を使ってお見せしましょう。バラし方車体構造が現在の製品と大きく違っていました。現製品は床から外しますがこうやってこの当時は屋根から外しました。それで室内灯もこんな風に固定してあります。ほら室内灯の固定ジグ見えますか。これです。これを外すと下から終電盤が顔を出している構造でした。次は窓を外します。窓パーツが床板と爪でつながっているので少し内側に倒すようにすると窓パーツが外れます。こうですね。そうするとこうして座席パーツも床下もすんなり外れてくれるんですね。当時の通電盤はこのような形で入れるようになっていました。重りを外して左右形状の違う終電盤4枚を間違わないように組むのは意外に面倒くさい作業でした。そして通電盤の端っこが立った方の端子がこうして床板を取り付けるとそれを下げて室内に顔を出す構造だったんです。この状態ではまだ床が固定されていません。でここに窓パーツを取り付けます。行き先表示も塗ってありますね。ここですね。ここに床の爪がはまると床下と窓ガラスが固定される構造になっていました。それはそれですごいですね。そうしたらこの電極サポート部品に電極の先を通してそれから照明ユニットを電極に接するように差し込んで出来上がりです。
で、屋根の向きですが、ここにある出っ張りと屋根にある切り欠きを合わせて取り付けます。これ、ここに出っ張りがありますよね。で、こちらの切り欠き側に合わせて光源と拡散レンズをセットします。こうです。そして屋根をボディに戻すんです。はい、戻りました。これはこれでよく考えられていましたが、今の構造と比べると室内灯はつけにくかったですね。はい、ついているのわかるでしょうか。電気接点の部分が想定通りうまくセットできたということですね。それではクハ481300番台です。構造は先ほどお見せしたように屋根から分解するタイプです。で、ここのヘッドマークですが、この時代からすでに加藤はヘッドマーク転換装置を組み込んでいました。これひばりですかね。これ山彦、これなんでしょうね。小さくて読めませんが、絵の感じからすると稲穂ですかね。では翼に戻しておきましょう。で、これがリニューアルする前のモハ484ですね。屋根上の出来はこの頃からいいですね。やっぱりウェザリングをしっかりやっていますね。この時代は銀色の屋根が嫌だったんです。なのでこうして軍艦色丸2に塗ってます。屋根上の分散型クーラーはメッシュの形が違うのを組み込んだりしているかもしれません。もしかして最新型に交換したかも。新しいのはファンの形状までうっすらと彫刻してありますね。加藤がクーラーだけ分配していたので交換していますね。この頃のモーターですが、ちょっと気になるのは当時のギア比で、加藤もトミックスも最高電圧かけるとレーシングカーみたいにかっ飛んだものでした。特に台車裏にギア穴が2つタイプの時代がひどかったな。現在では低速の走り出し重視になって最高速度がほどほどになったのが嬉しいですね。箱から出して並べてみました。モデルは1975年頃の特急翼、福島から標準機になる前の大府本線を走って山形を通って秋田まで運転された特急電車です。当時翼って秋田行きで、山形行きは山場島だったんです。今では新幹線のおかげで山形行きイコール翼が定着してしまいましたね。この模型は加藤のリニューアル前の485系で300番台をプロトタイプにしていましたね。出来は良かったと思います。屋根上のウェザリングも一生懸命やっている形跡が伺えますよね。カプラーが台車マウントになっている点が当時の模型ですよね。この頃は加藤もトミックスも300番台が一番新しいバージョンとなると競ってそれを模型化していた時代で、この新型バージョン症候群に気づいたのか、最近は0番台や200番台を製品化してくれるようになり、とても感謝しています。こちらはトミックスがユートピアワクラのキハ65改造機動車を485系と一緒にハイグレードシリーズで出した時の製品です。電気地クラブではこちらのセットもこうして12両編成化してコレクションしています。ここにキロ65ユートピアワクラがいます。おー、ヘッドマークが飛び出してしまいました。こちらはトミックスのハイグレードシリーズの485系になります。実車もこうやって連結して動力をオフにしたキロ65を金沢まで485系が牽引する運行でした。こちらのキロ65ユートピアワクラは客車のようにぶら下がって走っていたんですよね。485系の方の
トミックスの編成も、ここら辺には初期型のクーラーがキノコ型のユニットがいたり、ここら辺には分散集中クーラーの後期型動力ユニットがいたり、あ、これも後期型ですね、とバラエティに富んだ編成が用意されていたので、コレクションするのも楽しかったですよね。クハはこちら側にもキロ65ユートピアワクラをぶら下げられるように TN カプラーが標準装備されていますね。箱から出して並べてみました。これは大阪から金沢までの特急雷鳥の後ろに2両機動車のユートピアワクラっていう車両を連結して走った時の編成になります。車両はトミックスのハイグレード仕様で、ご覧のように初期編成、後期編成の混成編成になっています。屋根上の銀色には艶消しのクリアスプレーを吹いた上にタミヤスミーレブラウンでウォッシングしてあります。いかがでしょうか。キロ65ワクラにもいつもの機動車同様に排気口付近を中心にウェザリングしてあります。乗務員扉の墨入れも効いています。ただしトミックスのこの485系セットのユートピアワクラなんですが、残念ながらユートピアワクラには動力が設定されていないんです。485系に牽引されて走る大阪金沢間だけ再現できて、肝心の金沢和倉温泉間の走行ができないヘンテコなセットなんです。この2両のうち1両を動力化している加工の様子を以前にネットで見たことがありますが、大変な改造だったので真似しませんでした。それにしてもヘンテコリンな編成にクエスチョンマークで頭がいっぱいになるユートピア和倉編成でした。こちらもトミックスの編成です。ハイグレードシリーズになる前の編成で、イラストが素敵ですよね。さよなら白鳥というセットです。僕トミックスの車両って走行性能に疑問があったので、あまり購入しないようにしていましたが、こちらは先輩からのいただき物です。ここに JR マークがあったり、485系の活躍後期のむき出しになった連結器やさよなら白鳥のヘッドマークが印象的です。屋根上は引退間近なので、グレーをベースに塗り替えてフェザリングをしていますね。この編成にも後期型の動力ユニット、これも後期型ユニット、こちらには前期型ユニットというように、前期と後期が入り混じった編成になっています。さすが引退間近のごちゃ混ぜ編成ですね。そういうところが実に楽しいのが485系。これちょっと色が違いますね。この食堂車だけ加藤製です。思い出した、さよなら白鳥には食堂車がなかったので、僕が後からこれ1両だけ足したんです。ほら、この当時はハイグレードシリーズじゃなかったんです。トミックスの485系も模型まで実車同様にごちゃ混ぜになっちゃっていますね。箱から出して並べてみました。トミックスのさよなら白鳥のセットです。さよなら白鳥、屋根上はグレーに塗り替えています。いやいや失礼しました、トミックスのさよなら白鳥セットはデフォルトの屋根の色がグレーでした。僕はそれを軍艦色の濃淡に吹いて、それからウェザリングをしています。 JR になって実車も銀ではなくてグレーに塗り替えられていたようです。またまたごめんなさい。これだけが前期型の電動車ユニット、電動車ユニットが一部入れ替わっていたので直しました。で、後期型のユニットが3ユニットで、全部で 8M4T 編成になっていますね。で、ここにいる食堂車は先ほど説明した通り後から追加している車両です。
最後に485系3000番台という電車の紹介です。485系活躍の最末期に少しでも車力の若かった300番台、1000番台、1500番台車をベースに大幅なリニューアルと延命工事を行ったグループで、在来車とは大きくイメージが変わる車両になりました。収納箱は国鉄になっていますが、この時代はもうバリバリの JR なので、そこのところはスルーしてくださいね。趣味の世界のことですから。こちらが485系3000番台の初刈りですが、何か入っていますね。実は修理の記録なんです。こんな形で2017年にマイクロエースに送って修理してもらったんです。その時の修理の明細表がこちらです。2つとも動かなくて両方とも修理したんです。実はこれ電気士クラブのメンバーで僕の大切な先輩から譲り受けたもので、遺品になってしまった車両なんです。その先輩が85歳くらいになられた時に、僕もう就活するからこれもらってくれないかなっておっしゃってくれて、僕のコレクションにやってきた車両なので、だからどうしても元気に走るように直したかったんです。顔つきといい、カラーリングといい、デカデカと書かれたノースイーストエクスプレスのロゴも新485系みたいなイメージでかっこいいですよね。では種車になった485系のクハ481と比べてみましょう。お顔の印象などは種車のイメージをちゃんと生かしていますよね。ほら、後頭部からサイドにかけては色を塗り替えただけの印象なんですが、それでもセンスがいいと感じますね。それにしてもノースイーストエクスプレス485ってロゴがかっこいい。盛岡函館間の特急初刈りでデビューしたと記憶しています。僕は1999年に函館から盛岡までかみさんと2人で乗車したんですが、興奮する僕を尻目にかみさんは爆睡していました。はい、箱から出してみました。1995年から1999年にかけて、まず初刈り用として48両が改造されました。その後2002年に東北新幹線が八戸まで伸びると、列車名を白鳥に変えて JR 北海道の789系スーパー白鳥とコンビを組んで活躍しました。6両編成で 4M2T、 全長約54キロにも及ぶ青函海底トンネルをトンネル内時速140キロで駆け抜けました。活躍期間は20年に満たない期間でしたが、四国を含めた日本列島が鉄路で結ばれた日を歴史に刻む活躍でした。今度はこちら、白鷹の編成を紹介しましょう。初刈りと同様の改造がされて3000番台を名乗りましたが、白鷹は9両編成で活躍しました。こちらも先ほどの先輩から譲り受けたコレクションなので大切にしている電車です。同じ3000番台ですが、初刈りとは色違いの車両になります。どちらもカラーリングが親しみを持ててかっこいいですね。どうでしょう、なかなかいい感じなんですが、ただしこれモーターの走りが悪くてね、ちゃんと走ってくれるかとても心配です。485系の特集を前後編で動画にしている以上、最終的に485系がまとったこの姿の走行シーンをどうしても見たいんです。こちらのコレクションは 6M3T、 こちらにグリーン車を1両連結した9両編成になっています。実車は1997年北越急行開通と同時に上越新幹線の越後湯沢と金沢を結ぶ高速特急としてスタートしました。それではレンタルレイアウト、今日の駅に持ち込んで走らせてみようと思います。この後走行シーンを
お楽しみください。小田急線の生田に鋭意開設準備中のレンタルレイアウト今日の駅の2月12日の様子です。約45畳のスペースにどんどん線路の敷設が進んでいます。駅につながる区間にポイントレールを多用した通の方にも喜んでもらえるレイアウトを目指しています。お目見えしているのは在来線中央駅、15両編成が止まれる法務庁が準備されています。その向こう側には新幹線の駅も、新幹線は17両編成のはやぶさ小町が泊まれる法務庁を確保するそうです。今日は在来線部分で運転させていただきましょう。まずは加藤の485系旧製品の改装です。30年以上前のモーターが絶好調に走ります。さすが加藤ですね。本当はマイクロエースの3000番台白鷹をセットしましたが走りません。あれ？レールがまだ汚れているのかな。オーナーが気遣ってくれましたが、車両を加藤に変えればこの通り。本日のマイクロの走行は諦めました。それにしても加藤のモーターは絶好調です。特急翼の走行性能が光りました。今度は一昨年に購入した加藤のリニューアル485系200番台カモメタス緑です。メインステーションを快調に発車していきます。485系200番台カモメタス緑は博多自然山口間をこうして2列車並結運転されていました。前より8両のカモメに1両、後より4両の緑の最後部1両は赤い座席のグリーン車。編成中でも光っていましたね。今度は特急緑の黒481を先頭にした12両編成、肥前山口で後ろに長崎からの特急カモメを並結して博多に向かいます。ここから架空の編成を試みます。カモメのサハを食堂車に変えて7号車に連結します。8号車と9号車の貫通扉を開けて緑の乗客にも食堂車が利用できるようにしました。食堂車のついた編成は架空の京都発長崎佐世保行き長距離特急になりました。食堂車を連結した京都行きの長距離特急カモメ緑をご覧ください。前から6両目にテーブルが白く光る食堂車が目立ちます。長崎佐世保をそれぞれ出発したカモメと緑が肥前山口駅で並結して一路九州山陽寺を駆け抜けて京都に向かいます。当然区派同士が向き合う貫通ホロを使って乗客は車内の通り抜けが可能な設定です。先頭の黒481、先頭車ながら赤い座席と小窓が並ぶ外観がグリーン車であることを印象的にしています。今度は下り電車、朝9時ちょうどに京都駅を出たカモメ緑は20時45分の長崎と20時33分の終着佐世保を目指します。どうです？たった1両食堂車を組み込むことで妄想が生み出したこんな架空のカモメ緑が走ります。今度は最新鋭の300番台が導入された仙台特急ひばりです。実車と同様に 8M5T 13両編成で駆け抜けていきます。あはは、ここでちょっとしたハプニング。仙台特急の撮影なのに JR 東海の313系が来ちゃいました。
特急ひばりの485系300番台は3年ほど前に購入した加藤の最新バージョンなので、走行性能はもとより外観上もリアルになっています。ただしベンチレーターなどは価格設定を考慮してか屋根と一体成形なんです。人の意見は十人十色、ベンチレーターが別パーツじゃなきゃ嫌とおっしゃる人もいれば、そこは目をつぶるから安くしてとおっしゃる人もいます。僕なんかどちらかといえば後者の方なので、加藤の価格を抑える仕様に満足しています。続いてトミックスの特急雷鳥にユートピア、ワクラが並結された編成です。ちょっと駅の陰で見にくかったですね、失礼しました。ユートピア、ワクラってそれぞれの車両のシートの色を変えてありますね、面白いですね。もう一度やってきました。手前の大きなカーブを緩やかに回送してメインステーションに向かいます。ちらっとご神木が見えましたね。今日持ち込ませていただきました。続いて EF63 に引かれた489系特急白山がやってきました。 EF63 が前にいるので、これは軽井沢から横川へ薄い峠を下っているところです。 66.7 パーミルの急勾配では特急電車も空気バネの空気を抜いて重たい EF63 を滑り止めにしながら坂を下りました。あらら、なんてこと、 EF66100 番台が牽引するコンテナ貨物列車が来ちゃいました。一気に東海道の雰囲気になってしまいました。またまた EF66 のコンテナ貨物列車と離合ですが、今度は横川から軽井沢へ薄い峠を登っているシーンの再現です。横川軽井沢の急勾配区間では通行するすべての列車が空気バネの空気を抜いてパンクさせて通行しました。これは空気を介さずにストッパーゴムだけで車体を支えることで急勾配すぎて台車が新皿を外れないための措置だったようです。薄い峠はこうして EF63 の力を借りてゆっくり通行していましたが、1997年に新幹線の開通とともに廃止されてしまいました。続いて485系3000番台の特急20狩の勇士です。6両編成の可愛らしい編成とお顔の黄色いマスクがアクセントですね。青函海底トンネルを時速140キロで走った思い出いっぱいの車両なので、久々の走行シーンに感無量です。マイクロエースに修理を依頼してから約5年、僕のコレクションに加わって初の走行でしたが、初狩りは無事に走ってくれました。全然ダメだったのが白鷹の方で、こちらは走らせようとしたらキーキーと異音がして動力が固着してしまいました。すると SRC のメンバーの方が分解清掃しましょうかと手を差し伸べてくださって緊急オペが行われました。ドクター SW 漁師による動脈硬化解消手術でモーター継ぎ手からギア、台車の清掃とシリコーングリース塗布の緊急オペになりました。2人の凄腕ドクターにはただただ感謝ですね。鉄道模型クラブに入って仲間ができるってこういうことなんだと実感しました。時間約30分、485系3000番台白鷹はすっかり持ち直して今日の駅のレールの上を走ることができました。レールに乗せた時キーキー音を発して全く動かなくなってしまった白鷹が、なんということでしょう。この素晴らしい走りっぷりです。 SRC の分解の匠に改めて感謝感謝です。マイクロエースの485系3000番台
ハツカリ白鷹は先ほどお話しした通り、僕の大切な先輩の形見なんです。すでにヨレヨレだったファンタグラフは可動性に乗せ替えて、屋根上にもウェザリングしたりとできる限りの手を入れていた車両です。復活できて本当に良かったです。1997年から北陸新幹線の金沢開業、2015年の間、東京金沢間を最も早く結んだ越後湯沢ルート、その一翼を北越急行の681-683系らとともに担っていた白鷹は、北越急行線を時速160キロの在来線最高速で駆け抜けました。いかがだったでしょうか。前後編に分けてお送りした国鉄485系電車の紹介はこれで終わりです。最後に北越急行で白鷹として共に失踪した683系スノーラビットの走行シーンでお別れです。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。あとで画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。